皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は女性に共感される集客と成約率の高いウェブデザインの10のコツということについてお話をしていきたいと思います。ウェブデザインはもともとですね、デザイナーの領域です。ウェブデザイナーの領域です。私はコンサルタントです。ただし、全員がですね、必ずしもウェブデザイナーに頼めるほどお金が潤沢にある方ばかりではない。企業当初とかですね、ほとんど自分で作らなくていけないケースも多くある。そしてその経験をしていない方がいきなり業者さんというか、プロであるウェブデザイナーに頼むとですね、綺麗なデザインでは当然上がってくるんですけれども、自分が本当に伝えたい思い、ないしは本来来ていただきたいべきお客様の情報とかを伝え損ねてると、そういうサイトができてしまうんですね。ということは、頼むこちら側の方にも当たり前なんですけど、ある程度一定のスキルが必要になるということです。ということで考えると、企業当初ではですね、ものすごく苦手すぎてどうしようもない方は、頼んでもいいかなとは思うんですけども、荒削りでもいいから自分で作るこれをやんないと、集客しやすいサイト、ウェブサイトを作っていけないんですよね。だから企業当初はですね、まずは自分で作ってみるということを私は強くお勧めしています。なので今日のお話は、その中でもどういう点に特に注意していったらいいのか、当然デザイナーの方はね、分かってやってらっしゃる部分はあるんですけれども、私は自分の肌感覚と実感で、特に初期の頃私どういうことを注意しながらやって、いろんな本読みました、注意しながらやっていたかっていう、その実体験に即したところで皆さんにお話をお伝えしていきたいと思います。本日はウェブデザインの10のコツについてお話をしていきます。まず一つ目ですね、デザインというかウェブサイトを作ろうと思ったらですね、やはりラフでもいいから設計図は書いてほしい。ラフ設計図を書くということです。いきなりですね、ウェブ作り始める方いらっしゃいます。ここに写真ポンと置いて、ここら辺にじゃあこんなことばっか書こうかなみたいな感じで書く方とかもいらっしゃるんですけど、必ず設計図作ってください。これ、建築とかもそうなんですけど、ラフデザインやっぱりね、やりますね。それをきれいに清書するっていう感覚なので、そこの段階で、これ入れようかな、あれ入れようかなっていうのを後で考えるっていうことになりますので、必ずラフでいいから設計図書いてください。ここら辺にメインバナーがあって、ここら辺にアイコン3つあって、ナビゲーションメニューはここにあってとかっていう、そういうのをなんかのウェブサイトの気に入ったデザインの真似でもいいので、それで書いていく、ないしはテンプレートをね、最初は多分使うと思うので、そのテンプレートの中に何を入れていくかっていうのも一旦書き出してみるっていうのは作業として必要かなというふうに思います。で、2つ目ですね、カラーリングですね。グレースケールデザインから色を考える。グレースケールデザインっていうのはモノクロとか、グレーですね。そこから色を足していくイメージで考えていくんですけど、通常は3色で考えていきます。メインのベースカラーと、通常のど忘れしました、ベースカラーがあって、あとメインになるカラーがあって、アクセントカラー、ちょっと色が強いカラーですね。メインカラーって言えばいいのかな、なので薄めですね。ベースカラーは割と馴染みがいい薄めのものと、あとメインカラーはそのサイトを象徴するカラーがありますね。例えばロゴから取ってくるとか、そういうのもあります。で、アクセントカラーっていうのは、例えばそのメインカラーと対比になるような、パッと 目に目立つような、そういうもの、ちょっと色が強めのものとか、アクセントカラーで入れていく。大体この3色がベースになってきますね。そうすると、馴染みがいい色の、調和がいい色で作っていくやり方もありますし、アクセントなんかはね、ちょっとパッと目立つような色で作るケースがあります。3色ないしは4色ぐらいまでで考えるっていうのが一つデザインで、女性の作るウェブサイトとかは目がチカチカ数字してるのが非常に多いので、一応そのベースのデザインのイメージを守っていかれるといいなっていうのと、自然界にあるような色合いだと馴染みもいいので受け入れてもらいやすいっていう、デザインカラーのイメージの問題とかもありますのでね、色をガチャガチャ使いすぎないように、何をメインテーマに考えるか、メインカラーを考え方っていうのはあった方がいいと思います。ロゴデザインとかをしてもらってる方は、ロゴから色取ってくると馴染みがいいサイトができますね。
例えば私のアトリエリベラというパン教室の方は、メインカラーが、ベースと金、あ、ベースじゃない、グレーと金とグリーンなんですね。これをベースに作ってもらってたりとかしています。なので何かそういったロゴから取ってくるとかっていうと馴染みが非常にいいようなウェブサイトを作ることができます。で3つ目ですね、本文とか読ませる内容に直接関係がないアイコンとか、特に今だとソーシャルメディアのアイコンとかあって なくすることはないんですよ。あっていいんですけど、あまりこう目立つところにあるとうるさくなっちゃって本文が読みにくいので下の方に置いておくとか、色が強くて目立つような、でも集客上これは必要だねっていうボタンに関しては置く必要はあるんですけど、あまりこう派手に目立つ上の方にボンって置いてあると本文に目がいかなくなってしまうので、ソーシャルアイコンとか割と振ったの 下の方に、ね、置くっていうようなやり方がいいかなというふうに思います。場合によってはなくす時もあります。もう申し込みをしてほしいようなページを作る時にはアイコンがあるとそこを押しちゃうとそっちのページに飛んでしまうので、一気に読ませて申し込みをしてほしいっていうページの時にはソーシャルアイコンも外す時があります。と4つ目ですね、ヘッダーはインパクトの強いものを作る。ヘッダーっていうのは一番上の方にある大きな画像のことをヘッダーとか言いますね。でこちらの方はですね、まあサイトに訪れた時の第一印象を決める場所なので、ファーストインプレッション、ここがいまいちだと他のサイトに行ってしまいますので、おなんだこのサイトは、えこういうことが分かるのっていうことと、あとそれに合わせてキャッチコピーとかがヘッダーの中に入っているのがいいというふうに思っています。で5つ目ですね、分かりやすいナビゲーションバー、よくメニューとかがありますよね。ホームメニュー、お客様の声、プロフィール、お問い合わせ、アクセスとか、あのあたりが、まあ、グローバルナビゲーションという言い方もしますし、メニューバーとかねいうような言い方もしますし、まあ、いろいろ言い方はあるんですけれども、そのナビゲーションっていうものは分かりやすく上の方か、まあ、サイドか、そのウェブサイトの構成によっては違うんですけれども、あまり複雑な感じじゃない方がいいですね。シンプルに一番とにかく見てほしいものを項目立ててポン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 って置くといいと思います。左側から大事なものを置いていくケースになります。私の、パンの時のウェブサイトは一番左がまあホームなんですけど、次がコースメニューになってまして、次が、プロフィール、お客様の声、このあたりちょっと随時入れ替えたりとかしてたんですけれども、大体皆さんの関心事そこですね。そしてアクセスとお問い合わせっていうそういう並びになってましたので、これは必要な順番から左側から並べていくということです。で6つ目ですね、動線はシンプルにということで、リンクを多くその見ている中に入れすぎちゃうとそちらに注意がいってしまうので、読ませたいページの時にはあまりリンクをたくさん貼りすぎないのがいいですね。あとそのコツから言うと、そのサイドバーとかっていうところにいろんな画像からボタンを押すとどっかに飛べるとかいうのも、スマホとかはなくなるケースが多いんですけど、パソコンとかだとそれがある場合があって、その飛んだ先も有益なページであればもちろん飛んでもらって構わないんですけれども、中身を重視して読んでもらいたいっていう時にはそのバーさら外す時もあります。なのでどういうページを作って、このページは何のために、誰にどう読ませてっていうのが決めていって、最後どういう行動を取ってもらいたいのかに合わせてウェブデザインというのが決まっていくので、必ずしも横にボタンとかバーがあるのがいいっていうわけでもないので、動線はシンプルにっていうことを一つ心がけていただけるといいかなというふうに思います。で7つ目ですね、フォントは大きめがいいです。なんかテンプレートとかのデフォルトのフォントって結構ちっちゃいのが多いんですよ。なんで私のまあ年齢層、お客様の集客の年齢層がちょっと高めっていうこともあってですね、スマホで見ればもちろんまあ大きいんですけども、パソコンで見た時でもある程度読みやすい大きさにしたいなと思ってフォント少し大きめにしてあります。で8つ目ですね、それと同時に写真も対応した方がいいです。しかも文章の内容を写真がちゃんと語れるように、写真だけ読んでもなんとなく伝えたいことが分かるっていうのが一番ベストですね。難しいんですけどね、はい、なので写真で文章が伝わるように
書いていくっていうところが一つですね。そして、9番目です、余白も大事です。ギチギチに情報を詰めすぎるとすごくやっぱり読みにくいので、適度な行間、適度な開胸っていうの、特にスマホで読んだ時のことも考えて、あまりこう1ページの中にぎっちり字が詰まってると、それだけで読むのにこう心が折れてしまうっていう方とかもいらっしゃるので、スマホに関してもぎっちり読むような見え方にしないように余白を作りながら体裁を整えていくという、余白を大事にしようということが9番目ですね。そして最後10番目、分かりやすいアクションを最後に置く。分かりやすいアクションというのは、お申し込みはこちらとか、お問い合わせはこちらとか、メルマガ登録はこちらとか、そういう何か最後に、その文章の最後にやってほしいアクションがあった場合には、それをまあ書いていくっていうことになります。はい、なので、まだまだたくさんあるんですよ、注意しなくてはいけないところ。大体まあ10個ぐらい挙げると、そんな感じなんですね。で、例えば私なんかもいろいろ勉強とかはするので、本とかも読むんですけれども、そうですね、最近使ったところでいうと、こういうウェブデザインの学校とかっていう本とかですね、オウンドメディアの優しい教科書とか、こういうのにそのどうやってデザインですね、考えて作っていくのかっていう概要とかが載っていたりとかします。オウンドメディアの教科書とかね、ちょっとこの本は難しいかな、こっちの本の方が少し初めての方でも、そういう風にしてウェブサイトって考えられていってるんだみたいなものも分かるかなと思いますし、あとフォントとかも何気に重要でですね、これ写真やる時にこう入れたりとかしてるんですけど、英字のフォントとかも、日本語のフォントとかもそうなんですけど、写真が与える印象とかもだいぶ変わっていくので、実はフォントとかも結構大事だったりしています。で、最近で言うと、これはウェブデザインっていうわけじゃないんですけど、ポスターとかチラシの用のやつですね、クイズで学ぶデザインレイアウトの基本、この本ね、なかなかよくできてます。クイズ形式だから、なぜそうなのかっていう、なぜが分かるからいいですね、これは。色のグルーピングがよくできてるのはどっちでしょうとか、モータースポーツ情報誌、適切なデザインはどちらですかとか、これの理由と事情がその後ろに書いてあるので、そういう考え方でデザインって出来上がってるんだなとかって見るのには非常に適してる本だなというふうに思います。はい、なのでデザインもですね、終わりがないなっていう感覚はあります。ただ皆さんの本業はデザイナーではないので、適度なところで手を引かないといけないんですけれども、全く知らないでやってると全く集客できないものができてしまうので、そこは全く知らないよりは知ってた方がいいというふうに思いますので、取り急ぎ10のコツとポイントっていうのを、少し考えながらウェブサイトを作られていくといいんじゃないかなと思いまして、本日お伝えしていただきました。それでは。